ここから中に入っていく、カットインをして右足シュート、ここでアンドロ・ドミンゲスからまた松尾だ。出るか、パスにしました手塚、さあ来ました松尾のシュートだー。浮かせてきました、胸で落としてそこに松尾、うん、さあ前にはスペースがあるが、そのままドリブルで行ってもいいですね。さあ厚みを持たせて横橋、さあ抜いた抜いた、中に入った、しのぎがいた。サイドを変えて松尾を仕掛ける、松尾ミドルシュート、浮きましたんでそこを見てました、動きをつける皆川、そこを見て松尾が飛び込んで松尾が打つ。うまく曖昧な位置を取った一味から抜け出したスピードがあります、松尾来たかな、 J1 初ゴール。仕掛ける小池津が一人かわした、おー、シュート、このボール斉藤、スピードがある斉藤、抜けていく1対1、左も空いている、松尾ゴール。この後のゲーム展開はどうなるか、松尾が抜け出す、ドミンゲスから左サイドを使う、松尾が上がって逆サイド、中山が手を上げている、持っていってのグラウンダー、来た、ドミンゲスからファーへ、田代だ、こぼれて押し込んだ、松尾仕掛けられる体勢、松尾が行く、左足、ここまでは横浜 FC、 ルート取った、ドリブル仕掛けて持ち込む、まだキープ、松尾を出して、サイ松尾です、松尾が持っていく、中を見て横パス、斉藤光介、決めた、渡井には入らず、ここは小西もチェイスに行きますが、うまくかわしていく松尾、さあ松尾ドリブル突破図る、松尾14戦無敗を支えているのは、田代のボランチ起用だと思うんですよね。あ、なるほど、さあここは松尾が仕掛けてくる、松尾仕掛けてくる、中にボールを返した、ヘディングシュート、終わっていきます、松尾シュート流れてきました、松尾です、松尾から袴田、松尾パスを出す、ジャメイ左足ポスト、カットした松尾、さあ奪ったカウンターだ、松尾中にはミネイロ、ジャメイン、松尾が運んで松尾のシュート、振り分け若いコンビを組んでいます、チャンスシュートへ、ナイスゴールが入った、サンデルという戦いになったんだけど、先制点が取れなかったら、おっと、ここが抜けて松尾、松尾行く、松尾行く、浮かしてゴール、パスのスピードが緩い、奪って松尾、井上急ぐ、松尾カットイン、自分で運ぶ、入れ替わった、フィニッシュ。